撮り棒をシンガポールで中国のファンの方にいただきました。ありがとう。てかなんかめちゃくちゃ高級そうな自撮り棒なんですけど。ひょっとしてあれですか、 YouTube 見てたんですか。そうそう、もちろんもちろん。多分最後に私が自撮り棒買えなかったんで、なんと買ってきてくれたと。しかも超高級そうなやつですいません何でも知ってるんですよ。すごいんですよ、ほんと。アップルウォッチつけてたら、アップルウォッチのなんか紐みたいなくれたり、紐っていうか手のさ、すごっ。めっちゃなんかプロっぽいんですけど、すごっ、すごいよこれ。これさ、動きに沿って動くやつ、やばっ。うわ、すげえ。使いこなせるかもね。え、もうか。あ、携帯入れんと。まあいいや、これ。あ、いいです、いいです。うん、あ、いいか。うん。いいや。うん。障子、摄像と方向。うん、うん、こうやな。やばいやばい。で、シーズゲ、磁石。あ、ほら、え、あれ、なに、首がグリングリン。あ、ちゃうやん、こっちやん、こうやん。で、で、これなんて、次回は使いこなせるようにします。あ、すごい、これ伸びる。お、すごいね。ちょっと携帯がグラングランしてる。ちょっと待ってください、どうやって固定するか。ちょっと次回までに調べてくんで。あ、はいはいはい、オッケー。あ、すごいすごい。あ、使用禁止ってなんか見てる。あ、めっちゃグラグラする。だから止まってないじゃん、それ。自撮り棒ありがとうございました。これで YouTube を撮れるように頑張ります。めっちゃグラつく。多分これやり方違う。何でのグラグラする。これはそういう追ってくれんじゃないの。ちょっとおかしい。追ってくれる。追ってんのかグラグラしてるのか。電源どうやって切る。無限。回すとかじゃないの。うん、うん、こうか。もうなんかボタン押す。じゃあじゃあじゃあ、これ壊す、このままやったら。さすが、全部中国語だ。日本語あるかな。うん、すごいですね、これ360度閉じるの。こうやって閉じるんだ。わ、うん、すごい。閉じたら勝手に電源閉まる。なんかもったいないな、私には。こんな高級な機械。クオリティ全然追いついてないし。ねえ、ありがとうございます。まずは自分がこうやってる、楽しいと思ってることをどんどんやっていくので、それを皆さんに見てもらえたらいいなと思うし、また見てもらった方がこう少しでも元気が出たりとか、そういうきっかけになればいいなと思います。チャンネル登録、グッドボタン、高評価待ってます。